ございました。それにしても早く済んでしまったわね。せっかく来たんだし遊びたい気持ちはあるんだけど、でも行けるところは限られているわよね。ミルクホールに行ってみようかしら。シベリアケーキがあるかどうかはわからないけれど、そうと決まれば早く行こう。相馬さんだわ。でも何をしているんだろう。中に誰か知り合いがいるとか、その人が出てくるのを待っている。もしかして入りたいのに入れないとか。何か困っているようにも見えるわね。声をかけてみよう。こんにちは、相馬さん。何をしていらっしゃるんですか？なんだか、天の助けと言わんばかりの喜びようね。一体どうしたんです？ミルクホールに入りたいんですか？そうだ。俺はこのミルクホールに入りたい。入ればいいんじゃないですか。一緒に入ってくれないか。え、どうしてです？食べたい甘味がここの店にあるんだ。だが、ああ、なるほど。これは相馬さん一人では入りにくいわね。なんだか、かわいい。いいですよ、お供いたします。本当か、恩に着る。いらっしゃいませ。お二人様ですか？ええ。入ったことはなかったけれど、いい雰囲気のミルクホールね。そういえば、男性と二人でこういう店に入るのって初めてかも。これってなんだか合いびきみたい。いやいや、相馬さんはそんなこと思っていないし、気にしすぎだわ。これはただお茶をしているだけ、お茶をしているだけ、休憩に来ただけ。これとこれと、それからこれも、あとこの果物が乗っているものと、あ、これもいいな。今いくつ頼んだのかしら。3つ4つなんてものじゃなかったわよね。お前は何を頼む？
私は紅茶をお願いします。それだけか。うまそうな甘味がたくさんあるぞ。ええ、私は紅茶だけで十分です。だって今からここに甘味が大量に並ぶんでしょ。見るだけできっとお腹いっぱいよ。そうか、紅茶だけでいいのか。相馬さんは本当に甘いものがお好きなんですね。とても好きだ。似合わないとよく言われる。照れている。ちょっと笑いすぎたか。似合わないと言いますか、意外と言った方が正しいかと。相馬さんの外見からは想像がつきにくいです。お待たせいたしました。これは予想していたけれど本当に多い。いただきます。量はすごいけれど、でも美味しそうに食べるな。分かるようになったのは少し嬉しいかもしれないわね。でも本当に食べきれるのかしら、これ。何ですか？美味しいから。え？もしかして食べろってこと？同じサジで食べろっていうの？というか食べさせてもらうだなんて。断るのは失礼よね。それに相馬さんはサジのことなんて気にしていないんだから、意識する方が変なのよ。うん、そうに違いない。じゃあいただきます。味がわからない。これ私がおかしいんじゃないわよね。相手はあの相馬さん。私があれこれ考えるだけ無駄。相馬さんは何も気にしていないもの。ん？どうかしたのか？いえ、相馬さんはこういうところによく来られるんですか？一人で来ることはあまりない。伊沢と来ることは。そうですか。相馬さんは伊沢さんと仲がいいですよね。伊沢と俺は幼馴染だから。ああ、なるほど。だからあんなに仲がいいんだ。
そういう関係って素敵ですよね。いないのか。お前にとってこういうのは物珍しいものか。家族である私にとってということよね。そうですね、こういう関係も親に決められてしまったりしますし、でも私は成り上がりの家の娘ですから、幼い頃は自由に野原を駆け回って怪我をして泣いたものですよ。それに私にも幼馴染はいたわ。シロが、千住院さんの名前も確かシロっていうのよね。もう随分と昔のことだし、シロだって覚えてるかどうか。あ、ごめんなさい、いけない、ぼーっとしてしまっていたわ。相馬さんと伊沢さんはすごく分かり合っている感じがしますよね。傍から見るとそういう風に見えるのか。はい、お互いがお互いのことをって感じで、お二人が一緒にいて仲良くしていらっしゃるのを見ると私も嬉しくなります。そういう存在って羨ましいわね。酒の量を食べきるにしてはものすごく早かったけれど、遅くなってしまいましたね。清涼院に帰りましょうか。まあちょっと待ってて。遠回りをして帰らないか。ええ、別にいいですけれど。どうして？何かしら、こっちの方向に何かあるとか。今度のダンスパーティーのことだな。え？ダンスパーティーの話？どうして？されるのかしら。なんだか思考が後ろ向きすぎない？私ってこんな性格だ。俺と踊ってくれないか。え？俺と踊る？さんは組みたい人がいるって。どうしてですか？相馬さんには組みたい方がいらっしゃるんでしょ。お前がその組みたい相手だ。ダメか。相馬さん、初めて見た。
当にいいんですか？お相手が私なんかで。お前がいいんだ。喜んでお受けいたします。よかった。お、お二人さん揃って今お帰り。こんばんは伊沢さん、こんな時間にどうしたんですか？はい、こんばんは。俺はただ散歩に出てきただけ。暑いからさ、涼もうと思って。ところで、なんだなんだ、日が落ちてから帰ってくるなんて。二人してどこに行っていた？あ、もしかして合い引きとかか？そんなのじゃ。出先で偶然会った。彼女は付き合ってくれただけだ。そうだった。相馬さんはそういうの気にしないんだったわ。へえ、付き合ってくれたね。大方お前、甘味食べるのにでも付き合わせたんだろう。当たりか。男女二人でお茶ってそういうのを合い引きって言うと思うんだけどな。伊沢さん、私も私だわ。もういい加減慣れないと。あんたは何しに待ち？今日ははぐれ討伐はなかっただろう？糸と生地の買い出しにです。ダンスパーティー用のドレスを作るのに不足していたものがありまして。ああ、ダンスパーティーな。そういえばあんたはもうパートナーは決まっているのか？え？もしまだ決まっていないならさ、俺のパートナーになってくれない？え？なんで？いや、今はそういうことじゃないわ。それが。こいつは俺のだ。え？相馬、お前今なんて。俺の？なんだかすっげえもの見た気分だわ。本当に今日は珍しい相馬さんばかりだわ。あんな相馬見たことねえ。きっとあんたが変えたんだろうな。え？私が相馬さんを変えた？相馬さんが変わった。喋ってくれるようになったところとか？でも、あんな相馬さん、私だって初めて見たわ。よくわからないけれど、それがいいことなら嬉しいかもしれない。ああ、ってことは俺は振られたわけか。心よく了承してもらえると思ったのに本当に残念だ。あら、残念そうには全く見えませんけれど。ひでえな。
心の底から残念がっているのに。まあんたと組むのが相馬なら文句は言えねえなってだけだ。相馬があんな風に他人に執着するのなんか見たことねえから、それも嬉しいし、俺は俺で他にパートナーを探さねえとな。当日までに見つけなきゃカッコつかねえもんな。伊沢さんと組みたい女の子はたくさんいますよ。没頭しすぎたわ。昔なぎなたを習っていた時も練習で夜遅くなったことがあったわね。懐かしいわ。無理をしているつもりはないけれど、あまり一人での特訓をやりすぎると相馬さんに叱られるわね。誰かいる？違うって。次は右だ、右。分かっている。あまりせかすな。ほらほら、そこで左足。ああ、違う。無茶を言うな。無茶じゃない。これが普通なんだよ。ほら、もう一回。この声って。佐賀市さんと相馬さん？そっちじゃないって。お前本当に慣れていないんだな。お前の教え方が早すぎる。順を追え順を。ほう、俺にそんなこと言っていいわけ？俺は先生だよ、相馬。でもどうしてホールで？